村長だバイこんにちははい今日はですね、えー、僕がまあ来年にわたってどういうビジョンを持っているかっていうお話をしたいと思っていますチャンネルではハリー村の楽しい生活をお届けしていますチャンネル登録よろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずね、ハリー村塾東大法学部卒が教える学びの楽しさということでちょっとプレゼンテーションします 元々ですね、あの、僕はあの、新卒で経団連に入って、で、まあ、広報とかを担当していたんですが、まああ、その後にね、えっ、ー、と、ベンチャー企業、教育系のベンチャー企業で、その、アメリカ最大のディベート大会の日本版を立ち上げたり、まああ、大きな出資をね、引き出すまでのことをやったりとか、まあ、やっていったんですけど、えー、まあ、今に至ってはですね、まあ、その企業支援っていうのを経て、 今、ハリー村の建設に着手しております。一言お伝えしたいのはなんかあのすごい挫折をしてきたってことなんですね。で IT 企業を試みたら失敗したりとかナンバー2の座を失ったりとかそういうねなんかいろいろなんだろう挫折をしてきてでそれでなんでそういう風になったのかなっていうのを。 まあ心理学とか哲学とか、あるいはアート活動を通じて、まあ、考えを深めていったり、感じてきたっていうような感じなんです。で、えっ、ー、と、東大法学部とかって言ってるけど、別になんか僕自身はそれについてどうとも思っていなくて、まあ、ただ、あの、高知に来て、あの、非常にこの、なんか東大っていうのは、あの、目につくみたいな、あの、注目してもらえるので、あの、皆さんとの入り口という意味で、えっ、ー、と、そういうふうにやっています。 ハリーソン塾っていうのはですね、東大法学部卒が学びの楽しさを教える私塾ということなんですけれども、まあ、要は昇華村塾を作りに来ましたということなんですねで。僕のイメージしているのは、まあ、村の学校作りですね、うんで。村の学校を作りたいなと。で使命としては高知、まあ、特に日高村で今お世話になってたりもするので、まあ、豊かな自然の中での村の生活を通じて、 若者の生きる力を育むっていうことを使命にしています。で、まあちょっとその学びの楽しさっていう切り口をお話しすると、まあ僕自身は12歳の時に神奈川県の進学校の成光学院っていうところに合格して、で、まあええっと2001年には一郎の末東大法学部に合格したんですね。で、社会人になってからも結構あの留学せずにあの英語が話せるようになって、 アメリカ人の同僚と一緒にこうその200名ぐらい集めるイベントを作っていったりとかあるいは全くの経験ゼロからプログラミングを独学で学んで、まあ、ウェブサービスを作っちゃうとか、まあ、結構自分自身の,、ね、あの人生をそういうふうな形で,で切り開いてきただからその鍵を握ったのは、まあ、学びの楽しさだったなと思ったんですねで歴史は、ね、本当に好きになってから暗記って思ったこともないですし まあ英語もさっき言ったようにね、なんかこう、勉強勉強してたら全然伸びなかったんだけど、その新宿のゲストハウスでああの外人と住んで、なんか楽しいなって思った瞬間に、まあ、一気に成績っていうかテストとかも伸びたっていうようなことがあります。でこういうのを、どれぐらいね、あの伝える場があるかなっていうところがすごい大事だと思っていて、 えとまあ、そういう中でね、その自分なりのビジョンとかを見いだしてもらえればなというふうに思ってますで学びが楽しいと感じた瞬間なんですけど、やっぱりね、アウトプットの向上が実感できるとか、なんか、あこれって学ぶ意味、あこういうことあったのねみたいな、ねあの、この動画でも、YouTube でも、あのふさちゃんがあの、歴史って学ぶ意味がようやく分かったみたいな、ね。 言ってくれた動画もあるんですけどまあそういうことだったり、まあ、深い世界を知ったとかねまあ、あのー、褒められたとかね人に教えて感謝されたとか結構そういう結構本当にミクロな話小さい話で楽しいかどうかっていうのがこう変わっていってんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。でそれが継続するのはやっぱ本人のやりたいっていう気持ちまずそこですよね。 僕はああいうふうになりたいからこれを学びたいんだとかね楽しいから学びたいんだとかそういう気持ちがすごい大事だなと思ってますとでその上でアウトプット、ね、もう見てこう、まあ、真摯に自分を受け入れるできるできない、えー、受け入れて、えー、上達していったりするっていうのが大事かなと思います。 で、あのー、まあ、今、学びの楽しさっていう観点から言ったんですけど、自分自身の人生をクリエイト、のは想像する。えー、っと、ここ、シャネルさんとかがそういうこと言ってるんですよね、確か。想像するのに不可欠な三つの力っていうのは、えー、っと、まあ、これは僕の考えですけど、三つあると思っていて、一つはやっぱ愛し愛される力ですね。で、これはもう、な、何より危険点にあるのは自分を愛せるかっていうこと。 大切にできるかっていう力だと思っております。まあ、自己肯定感も含めてね。そうすると、まあ人から愛されるようになるんですよね。笑顔を一つ取ったって人に与えるっていうことなんですけども、えー、と自分のことを愛してない人は笑顔が作れないですよね。うん、こういうことを、まあ、いわゆる人間性の中であの,の文脈にはなるんですけど、まあ、磨いていくのが大事かなとで。2番目に自分を表現する力ですね。まあ感性。 でかつアンチが出てきてもそれを貫いて、えー、とむしろそれを超えてコミュニケーションする力ですよね。で3つ目が自分で考える力ですね。これはまあ計画性もそうだしなんでそうなんだろうとかね自分の中で言葉をうまく使ってやっていくまあこれは理性の語性とか理性ですねの話かなと思います。 でまあ、その大きな基盤になるのは世界への信頼ということで、まあ、結局、世界がそのプレイグラウンド遊び場になっているのか怖い場所なのかっていうので、まあ、全然変わってきちゃうわけですよねどれぐらいチャレンジできるかとかいうことがなので、まあ、世界への信頼っていうのを感じ取れる力っていうのが、まあ、基盤になります。 でまあ、これさえ揃っていればですね、まあ、はっきり言って学歴がなくたって地方だっていくらでもですね、自分の幸せな形っていうのは作っていけるっていうふうに、まあ僕は信じているし、そう思ってるんですね。で、そういった意味であのやりたいのが、このハリーソン塾ってまあ消化ソン塾ですね、えー。ということで、まあ例えば平日とかには、読書対話とか、まあ要は哲学ですよね、哲学対話。 歴史探求。まあ、なんで自分たちはここに生まれてきたんだろうとかね。日本ってどういうものなのかとかね。地域ってどういうものなのかっていうことを探求する。それから、英語スピーチ劇、劇まあ、これは僕が、あの、感性解放に非常にいいなと思った活動なんで、えー、入れてるんですけど、まあ、そういうことをやりながら。で、まあ、休日とかには、こう、自然の中で、自然と調和して生きるっていう有機能。 それから、まあ、狩猟とかね、いう冒険、えー、冒険をすることによって感性が研ぎ澄まされますね。でそれを表現する路上ライブだったり、資金みたいなことをチャレンジするっていうような、まあ、そんなね、まあ、学校を作りたい、村の学校を作りたいっていうことなんですね。で両者はものすごい関係してます、うん。感性、理性、それから人間性っていうところにね、えー、いうことです。 でえー、と時期的なものはですねあのいろいろあるんですけど内面内々うちうちには持ってるんですけど、まあ、ここで何か行っちゃうとそれに引っ張られたりするんで、まあ、ちょっとぼやかしてますが、まあ、大体こんな感じで具体的にはまあそんな平日さっき言った通りですね、えー、やっていこうということで、まあ、哲学対話とそのアートと自然の中での活動っていうのを軸にした村の学校を作りたいということ まあ、こんな感じで。えーはいはい、ということであのハリーソン塾ですね、まあ、東大法学部卒学の学びの楽しさを教える私塾ということで、えー、スタートしてですね、まあ、その一緒にこう畑をやったりとか、狩猟をやったりとか、そういう仲間をね、えー仲間うんまあ、大人の方でもいいですし、そういうふうにチャレンジしたい中高生の方々とあの絡んでいきたいので。 ぜひぜひ、あの、そういう興味を持ってくれた方がいたらご連絡ください。コメント欄でも結構です。はい。えー、ということで、えー、っと、まあちょっと今回はね、ハリーソン塾っていう僕のビジョンを説明する動画を作ってみました。えー、よかったらコメントとか応援とか、グッドボタンとかチャンネル登録よろしくお願いします。はい。えー、以上になります。また皆さんも素敵な一日をお過ごしください。青年よ、ビジョンだけ ハリー村長でした。バイバイ。皆さんどうでしたでしょうか楽しかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。<laughs> <laughs> それでは皆さんまた明日お目にかかりましょう。青年よ、ビジョンイタケ。ハリー村長でした。でした。バイバイ。バイバ